はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、酒ではございません。以前、やると言ってましたが、ノンアルコールビールを、飲み比べすると言ってたんですが、ね、いろいろ買ってきたところによると、何種類これ買ってきたの今日。めちゃくちゃ多かったんだけど。ノンアルコールビール。なんでこんなに種類あんの？おかしくない？ノンアルコールビールこれちょっと飲みきれないでこれ。何個あるんだよ。1、2、3、4、5。ちょっと待って。6、7、8、あ、9種類。全部9種類です。9個。ほら、2、4、6、8、9個。さて、どうするか。これはもうさすがに飲みきれないだろ。ね。さすがに飲みきれないでしょ。これは、どうしよう。まず、部門別に飲んでいくか。部門別っていうより、あれごとに飲んでいく。メーカーごとに飲んでいく。これ朝日でしょ。朝日が3本。キリンが？キリンが、1本。キリンが1本。で、札幌が3本。サントリーが、1本。ですね。ということは、札幌と朝日が多いのか。はあ。なるほど。なるほどね。ということは、うん。まあ、とりあえずね、もう分かった。うん。とりあえずさ、まず、うまそうなやつから飲んでいこうぜ。どう見てもうまそうなやつ。これ。まず、朝日の、これ。ドライブラック。のアルコールゼロ。のやつと、この、札幌のプレミアムアルコールフリーの、ブラック。両方ブラック。これちょっと飲んでいこうぜ。ちょっと。ね。それじゃあ。まあ、ブラックだから割と美味しいと思う。で、特にこの朝日の方はね、絶対美味しい。俺の予想。予想からする。では。朝日の方飲んでいくか。朝日の。飲んでみましょう。乾杯。うわ。うわ。なんか。うわ。朝日のブラックフリーが、原材料名が食物繊維と大豆ペプチドとホップとカラメル色素と香料と酸味料と酸化防止剤と、そして甘味料が入ってるね。うん、酸っぱい。うん。甘味料が入ってるのか。どれなんか変な。コクとキレのブラック。カロリーゼロ。糖質ゼロ。あ、カロリーゼロで糖質もゼロなのか。あ、カロリーゼロ。あ、これ札幌のね、プレミアムアルコールフリーはね、アルコールだけがゼロ。プリン体も多分入ってる。うん、プリン体も入ってるし、糖類も、糖質も入ってる。カロリーも入ってる。みたい。
これはちょっと期待できる。これは期待できる。そして、プレミアムアルコールフリーブラック。こちらも、カロリーもあります。入ってます。プリン体も入ってます。糖類も入ってる。アルコールだけゼロ。これは期待できるぞ。いただきます。うわ、なんだこれ。うわ。なんだこれ。原材料名が麦芽と水飴とホップと酵母とカラメル色素と酸味料と香料。なんだこれ。なんかおかしいな。いや、でも、こっちのがまだ美味しい。ドライブラックはまずい。うん。まずいけど、酸っぱい。なんか酸っぱい。うん。これぐらいにしとこう。そして、じゃがじゃん。一つだけね、なぜか、赤色を放つ限定醸造。プレミアムアルコールフリーの香るブレンド赤。これもノンアルコールののみ。プリン体も入ってるし、カロリーも入ってる。入ってるし、糖質も入ってる。原材料名が麦芽と水飴とホップと、酵母と酸味料と香料とカラメル色素。これを飲んでいこう。まあ、なんか50歩100歩だな、これもな。赤の方が酸っぱい。なんか、酸っぱい。ブラック、これがね、これが割と美味しい。美味しいってか、美味しくもないんだけど。うん。まだ飲めるっていう。ただビールっていう感じ。ただなんか麦芽っていう感じはあるんだよ。まだね。まだ感じられる。あ、ドライ、朝日まずい。朝日のブラックはまずい。で、この赤色のこれもまあ、大して美味しくない。で、この、札幌のはまあ、まあって感じ。札幌のブラックはまあまあ。そして、大本命。アサヒのドライゼロ。ノンアルコールカロリーゼロ。糖質ゼロ。原材料名が食物繊維と大豆ペプチドとホップと香料と酸味料とカラメル色素と、酸化防止剤とこれも甘味料が入ってる。さて、これ確か美味しかった気がする。乾杯。ああ。うん。酸味もそんなにない。あ、これ一番美味しいわ。うん。うん。あのね、この札幌のね、このブラック。これはね、まずくもないんだけど、うまくもないんだよね。なんか、なんかよくわからない。なんかコーラみたいな、なんか、コーラじゃないな、これ。
コーヒーの豆みたいなのを炭酸化したような味。コーヒーを炭酸にしたようななんか味。まずい。コーヒーを炭酸にすると非常にまずい。なんか昔じゃねえけど、つい最近じゃないけど、1年前ぐらいにさ、なんかコーヒーのさ、炭酸飲料が出ててさ、俺買って飲んだんだけど、クソまずかったね。それに非常に似てる。で、アサヒのドライゼロは、あ、これは案外、あれだ、案外美味しい。そして、じゃん、異彩を放つのがもう一つ。リューマ1865。アルコール度数 0.00%、プリン体ゼロの添加物がゼロ。なぜかここにね、これなんだっけ。これなんていうの、リューマ。なんだっけ。これ誰だっけ、これ。大体。長崎にて、商社を創業し、グラバー氏との取引を始める。その交友からビールを譲り受け、初めてビールを飲んだ年が1865年だと言われています。で、これがね、販売者がね、日本ビール株式会社。そして、原材料名が麦芽とローストバクガとホップ。お、すごいじゃん、これ。これすごいぞ。ドイツ麦芽 100% のノンアルコール。あれ？坂本龍馬か、これ。なんだ、タツマって俺。リューマって言ったけど、龍馬じゃん、これ。坂本龍馬じゃん。そう、そう。坂本龍馬ですよ。なんでお前、タツマって呼んだんだよ、俺。すごいぞ、これ。原材料名が、麦芽とローストバッグがトップだけ。これやべんじゃねえ。だって他のやつ、甘味料とかさ、水飴とか入ってんだよ。これ絶対うまいって。てか、これ案外レアだと思うんだ。ああ、美味しい。うん。龍馬美味しい。坂本龍馬うまいぞ。うん。案外美味しい。うん。うん。一番なんか癖がなくて飲みやすくて美味しいっていう感覚。こっち、龍馬。うん。これすごいな。たった3つしか入ってないし、しかも、全部麦芽ホップなの。麦芽 100% ノンアルコールビールだ。うん。うん。これは上位。上位だけどなんかね、うん、まあでも上位かな。やっぱ朝日のドライゼロはちょっとね、これちょっと甘味料使ってるから甘いんだな、これ。変に甘いんだ。そして、はい、じゃーん。新、朝日のドライゼロフリー。カロリーがゼロで、糖質がゼロ。プリン体もゼロ。うえ、炭酸飲みすぎた。原材料名が食物繊維と、ホップと香料と酸味料と、カラメル色素と酸化防止剤と甘味料。うえ。やばい、もう飲みすぎてる。大丈夫かな。乾杯。あ、でも美味しい。なんかバナナっぽいぞ。バナナ？バナナっぽい。なんかバナナの香りがする。なんか知らんけど。ほのかにバナナの香りがする。
なんかあんまりよろしくないけど、まあまあ、まあでも、っていう感じ。で、じゃあサントリー、オールフリー、カロリーゼロ、糖質ゼロ、ノンアルコール、粒入り麦芽 100% 仕込み、原材料名が麦芽とホップと香料と酸味料とカラメル色素と酸化防止剤と苦味料と、甘味料。これも甘味料。そして天然水仕込み。乾杯。ああ、なんか、ああ。まあ、そんなに酸っぱくないけど、やっぱり酸っぱいな、なんか。なんか酸味がある。これあんまり美味しくない。そして、キリンのフリー。キリンフリー、アルコールゼロ。原材料名が麦芽と糖類と、ホップと酸味料と香料。そしてこれはプリン体が入ってます。そして糖類も入ってます。ということは、アルコールだけがゼロっていうやつですね。カロリーも入ってる。乾杯。うわっ、うわ、なんだこれ、くっさい、ものすごくくさい。香りがどぎつい、なんかどぎついね、これ。なんかビールとは明らかに何かが違う、どぎつさがあるね。まずい。これはまずい。そして最後です。札幌のプレミアムのアルコールフリー。これもノンアルコールなだけですね。原材料名が麦芽とホップと酵母と酸味料と香料。カロリーもありますし、プリン体もありますし、糖類も入ってる。それ乾杯。どれも似たりよったりだな、この味。あー、でも苦味は結構あるな。ただ相変わらず酸っぱい。もう酸っぱい。酸っぱい。ああ、まずい。多分一番うまいのはね、これです。安定の龍馬1865。うん。飲んでて、ああっていう。すっきり。癖がなく。それでいて、しっかり苦味もあり。酸味はなし。で、ビールっぽい。香りもしっかりする。さすが。麦芽とロースト麦芽とホップしか使ってないだけある。素晴らしい。もうこれはもうあれだな。すごい。もうそもそも原材料名からもすごいっていう。これが1位。龍馬が1位。あ、やばい。めっちゃゲップが出る、これ。これゲップしないで放送するの不可能だ、これ。第2位。うえ。
第2位、やっぱりドライゼロ。朝日ドライゼロ。うん。うん。こっちはね、龍馬とね、反対にね、結構癖があるんだよ。癖があるんだけど、それはやっぱりなんか、逆にこうなんか、面白さがあるっていう意味で、こっち。龍馬はね、なんか癖がね、なさすぎてね、スマートすぎるんだよ、なんか味が。味がなんかこう、面白みがないって感じ。アサヒドライゼロは非常に面白い。これが2位だな。いや、ぶっちゃけこれどっちも1位でいいな。いや、いや、やっぱりドライゼロは1位にしよう。龍馬格下げ。お前格下げだ。面白くない。飲んでて面白くない。ちょっと面白くなさすぎる、これ。なんか、すっごい、なんか、炭酸水のごとくの癖のなさ、これ。飲んでて面白くない。第3位。うわ、これバナナ、これ。これバナナだわ。まずい。第3位は、やっぱこれかな。札幌のプレミアムアルコールフリーブラック。うえ。これはブラックらしく、しっかりブラックブラックってしてる。なんか、ほろ苦い。この朝日のブラックに比べるとね、あ、でも、朝日のブラックもしっかりブラックだな。あ、なんかわかんなくなってきた。わかんなくなってきたぞ。とりあえずランク外なのは、サントリーの、オールフリーでしょ？で、キリンのフリー。札幌、プレミアムアルコールフリー。で、札幌のプレミアムアルコールフリーの赤。そしてこれ、アサヒのドライゼロのフリー。この5つは全部まずい。もう、ランク外。もう捨ててもいいぐらい。捨てないけど。あ、でもドライゼロのブラックもこれ案外。上位4機種。まあ、ドライゼロ、朝日のドライゼロ1位確定だな。2位がね、ドライゼロブラック。2位がドライゼロブラック。3位が、まあ、龍馬だな。安定の龍馬。龍馬ちゃんが来て、4位がギリギリランクインするのが、札幌のプレミアムアルコールフリーブラック。飲んだ。もう飲めん、これは。これあれだわ。あとで酒にあれ入れて飲もう。
この、こいつらに、アルコール入れて飲むわ。焼酎入れて飲むわ、焼酎。焼酎割りにして飲むか。それともウイスキー、あ、ウイスキーで割ってもいいかもな、これな。待てよ、こいつらをホッピーと仮定すれば、こいつらをホッピーだと思って消費すればいいとすると、やはり焼酎か。焼酎いいかも。はい、ということで順位は、1位がアサヒのドライゼロ。2位が、アサヒのドライゼロブラック。3位が龍馬。4位が札幌プレミアムアルコールフリーブラック。となりました。あとの5つは、あと、ボツ。脂肪、すべて脂肪。脂肪です。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。